またシャドウ様が一人で考え込まれている。どんなことを考えられているのだろう。私ではお力になれないかもしれませんが、シャドウ様が何を考えられているのか、その一端でもお話しいただけないでしょうか。誰にも話せない何か大きなものを抱えながら、私たちに心配させないようにあえて何も考えてないとおっしゃるのですね。やはりシャドウ様は常に先のこと、先のことを考えて動いておられるのですね。あ、その憂いを帯びた沈黙。私にもっと力があれば、その憂いを取り除いて差し上げられるのに。